のインサートあのアイキャッチ代行運転みたいなやつを頼むね。それ全員寝るって。はい。聞いてますか。聞いてます。あ、そうでかいだけ。そうわしやないかい。わしやない。あいつ笑いすぎやな。おばあちゃんの家に行きます。僕のなんとこのタイミングで帰省するという。わお。なんで？おばあちゃんとまあ10分面会クッキングします。おばあちゃんとおばあちゃんとこのメンバーで受験生って動画撮る。でも俺のばあちゃんはマジでお母さんの元祖やから、でそのままやと思ったのね。昔でもめっちゃなんか福井のおばあちゃんの家行くの時間かかった記憶あんねんけど、この年になったらピュッて行ける感覚やった。でもサッカーの試合の時一生会場つくなきゃ。サッカーやめた方がいいやん、それ一番楽しい時やのに。はい、というわけでおばあちゃん家にやってきました。まあでもね、最近ちょっとあのコロナなどがのたまわってるんで、皆さん徹底的にねマスクご老人なんで、待って、これザリガニいそう。はい、お疲れー。ありがとうございます。お疲れー。シック角膜ペリペリ。懐かしい。いやー、いい田舎。田舎いいね。さあ、ばあちゃん。YouTube のことは知ってる。はい。いきますよ。はい。年金事務所です。年金です。こんにちは。おばあちゃん。どうもおばあちゃんも年取ったのに。おばあちゃんね、久しぶり。久しぶり、ほんまやね、よく来てくれたね。確かにお母さんと、お母さんと、お母さんと似てる。動画でちょっと今、夏休み一日休みにしたから、一日休みにして。でも編集でカットされてもいいわけよ。ちゃんと、これあの、これ全部ばあちゃんが作ったやつ。すごいよね、これ。すごい。マジで。こればあちゃんが今作って押し花のね、アートですね。てかあの、年金のくだりどう思ったかだけ聞きたい。年金、これすごいよ、ね、すごっ。でもすごいな、めっちゃ作品増えてんねんけど。増えてる、何でわかるのか。何でわかるみたいな言い方じゃん。あ、じいちゃん、もう久しぶりやな。久しぶりで全然変わってなかった。よかった。変わってへんけど。じゃあ大丈夫、大丈夫、ちょっと腰をな、もう痛めてな。そう、あかんねや。友達。友達です。はじめまして。お邪魔してます。 YouTuber の仲間や。あ、そう、家族がね世話になってます。はい、こちらこそお世話になってます。こちらこそ。デンガンさんしか知らん、私。あとのカリコさんは分からへんわ。大体分かんねん。じいちゃんの趣味はここら辺見てもうたら分かるけど、書道と写真のショーがないか。あ、写真もありますね。写真の分においてすごい写真。いや、もうその時点で YouTuber ない。好きなものやってるだけで、いや、もう家計感じるな。家計感じる、確かに。あ、ガドーって書いてる。じいちゃんの習字の名前みたいな。すごい。ガドー、デンダガンドー書いてます。確かに、確かに。デンダガンドーか。ガドーっていう名前やもん、じいちゃん。これすごい、ほら。そうちゃん。ここのゾーン、もう完全にもう孫の時代終わってるから、ひ孫の時代か。あー、ひ孫や、ひ孫の時代。ひ孫の時代。でも。これは、ばあちゃんが作ろう。すごい。すごい。ばあちゃんが全部。すごいですね。ばあちゃん写真これ。そう。へえ。それは見たんですよね。これ得意な。ばあちゃんのしょ、あの家族の。うわ、すごい、これすごい。見てこれ。これすごい、これ。これお前？そうや。これお前？うん。成長した。どうぞゆっくり座って。これ。父さんの髪の毛がある。あ、でも20年前ですよこれ。やばい。20年前や。やば。20年前。貴重すぎる。20年前の。前この時プーマとか着てんのに、なんか自分でブランドとか作り出して。いや、ほんま名前いきなり。ほんまに。わからん。これすごいね。ほとんど5成績表。すごいね。これ中学か。中学かなこれ。これでミラクル9挽回したな。
やっぱり根に持ってたね。根に持ってる。成績7、5、4、2、1ってどん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 レベルアップして最後平均点98点ですこれ。やった。クソ賢い。クソ賢い。場所近い。こんなはまたもう料理持って帰って食べる。ありがとう。ばあちゃんあるあるこういうのね。ある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 。王道王道王道。そうだよな。お母さんとしても。おもてなしの精神も本当。もうめちゃめちゃ出てくる。もうね。これ食べられない。大食い企画。大食いサムネ。大食いサムネみたいな。今食べる分は開けて、あとは袋に入れたけどで、あのマンション持って帰って食べな。マンション。分かったよ。でもばあちゃんからマラカリングが一番うまいから。分かる分かる。それはそう。マンダホでも15分20分終わるやろ。居酒屋の居酒屋のメニュー、居酒屋のメニューみたいな。伊沢さんのゆで卵するで。何？伊沢さんのゆで卵って何？あばあちゃん料理始めた可能性まだ出てくる。これ実はこれ俺たちを帰らせないドッキリ。キーホルダーが、あ、これね、キーホルダー、キーホルダー趣味やったもんな。いくやつ持って帰って。じいちゃんあるある、何でもくれる。あ、このじいちゃんっぽい匂い。わかるわ。その裏からね、穴が開いてるはずやけどな、その裏側に。コードが対応してないから変換器を買わないと。あ、そうか。あ、そうなん。あれ、あのテレビの、うん、その穴と、うん、あれテレビはこれ。家族の運動会をしよう。めっちゃくつろぐじゃん。え、じゃあ家族の今から家族の運動会見る。お前親か俺の。お前平成12年中期運動会。親あるあるビデオ回し下手くさいからな。マジで関係ないってことが撮るもんな。そんな前マジプロ目線で話すな。待って待って、めっちゃ懐かしいこれ。うわ手ぶれ。え、カズくんどれ。カズくんこれちゃう。これちゃう。これちゃうか、カズくん。あ、だから俺さ、緑の靴履かされとって目立つように。これあるある。この時お前7歳。7歳、8歳なりたてぐらい。うわ、20年前、思想化石みたいな VHS じゃん。思想化石でこんな VHS。 この時はでもお前まだちゃんとルールに従うやん。確かに偉いね。ちゃんと枠にハマってる。この時はルールに従う。あ、うわ、こういうのやだ。懐かしい。これそういうのやった。200。青が、青が断トツ。あ、これいやでもいいね、こういうの。行きたいな。行きたい行きたい。見たい、俺も見たいもん。見たい見たい。誰か応援したい。あ、来る。フライングしてる。フライングしてる。カズ君フライングしたいから。うわ、悪い。悪い。治安悪いな。なのに。なのに。あ、でもまあ。2着。これいいな。こういうの見るために子供作るんや。いや目的めっちゃってるよ、お前。このためではない。あ、あれか。卵ね。もう出てたと思う。あ、じゃあ皆さん、ばあちゃんの。お待ちかね、ばあちゃんの特製ゆで卵。いや、こんなに大変。でも、何だったんですか。今日もワンパックいきますよね。狂気の沙汰です。ワンパックいってますよ、これ。今日なんか、なんか生まれたてのみたいな。農家ですかっていう。さて、ちゃんと剥けるでしょうか、魔法の卵。あの、伊沢さん見た、この卵が、あの、すぐ向ける湯垣方って。これを見てからみんなって、あの、湯出てはあげとるのに。やりたいだけやん。やりたいだけやつ。ほら、玄関さん、ほら。うわ、すげえ。ほら、すげえやろ。すげえ。向いてみたら一回、面白いよ。面白い。すごいやろ。お、すごい、めっちゃ向ける。ほら。ほら。ばあちゃん、これやりたかったから14個もたまみたいな。写真送って、アッコに送ったらびっくりするから、もっと後で。アッコには言っとるで。あ、そうだ。バターも驚かすから。我が家はね、びっくりさすのはね、すごくもうこう快感なんやわ。だからこんな子が生まれるんすね。伊沢さんにくれぐれもよろしく。はい、くれぐれもよろしく。じゃあ、伊沢くんに送ってあげよう。 LINE で伊沢くんに送るよ。はい、伊沢さんって言ったら、いつも見てるよって言ったけど、どうぞ。伊沢さん、今見てるよって言ったら、うん、そう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 、見てるよって言
て応援してるよって応援してるよって。うん、ばあちゃんも年が同じ、お茶目やろ。いやもう大好き。ほんでね、業者の方ですか。大食い企画やってます。大食い企画やってます。またちょっとお前も多分あと6個ぐらい食べろ。タマさんできました。マジで。おありがとうございます。ありがとう。ほんと教えてあげて、叩いてマストってやで。お前違うよ。お前所作がな、所作がなってないんや。ゆで卵ばあちゃんへの思い全然応えてない。あ、そうそうそう、魔法のゆで卵ない、このゆでのゆで卵。新しい人で、ね、新しい何のための、何のためのお前食うな、目的じゃないから。僕の前はと握ってみな、ギュッと。また剥けるで、すぐ握りすぎたんかな。握りすぎたんか。ずっと本当会えんと、なかなか会えんと思ったもん私は。もうでもユキがやろ、まあ、皆さんも、まあまあまあ、俺と、まあ、家族にも書いたけど、やっぱ有名な人になっただけ出る釘は打たれるから、そこは気をつけて、ね、誰でももう有名になると嫉妬心が湧く人もあるんだからそういう聞いてますか、視聴者皆さん。警察沙汰にならんように。あ、本当に、ね、本当に気をつけます。みんなの愛情があって今ここにあるんやから、ね、素晴らしい。あの出過ぎたら止めてやって。あ、じゃあはい止めます。まあそんな子じゃないと思うけど、はい、たまに僕が出る時もあるんで、ね、止められ一緒に出て止められます僕。よかったら音楽されないでしょ。パソコンが好き、セソコンが好き。ショウちゃんのあの、あったよクイズ。ちょっと全部の税がちゃんとこういうニョロってなってるっていうね。令和2年6月19日作成って書いてある。ちゃんとしたあの文章。本当にもうびっくりする、夢みたいな話やわ今日は。いやもうもちろん気の利いたもんないんかいな。いやそれは意味があるんやん。どんな意味があるんやん。伊沢くん の、うん、あの指示のもとにしたんやん。別に指示はしてないけど。伊沢プロデュースなんやこの企画。別にこれやれたら言われたけど、この企画でさ、伊沢からおばあちゃんに行ってこれやられてんの。あー先回りさんってこと。先回りされてんの。ここ入れて。あ、持って帰ろう持って帰ろう。車の中で食べる。車の中で食べよう。まあまあまあ確かに車の中で。ちょっとほんま来るわ、また冬にまた来るわ、絶対来る。また来なさい。冬また来なさい。正月、また来てください。あ、じゃあ正月でもいいわな。うん、みんな正月の来てるな。冬に来たら、もうちょっとゆで卵じゃないやつ来るから、ね。冬に来たらこれですか。冬に来たらこれ。まあ冬にもやつやられそうだけど。確かに。まあほんでもよかった、家族にゆで卵できて。これがやっぱ一番名物。というかと思ったら僕が一番落ちたな。落ちやろ今。家族に会えてって。いつも食べるのはみぶなのお茶漬けが名物なの。みぶなのね。お茶漬け、お茶漬け。あー、お茶漬け。あ、お茶漬け食べ。4時半になった。あ、もういいよ。もういいもういい。まあ本当もいつ来るやろ、いつ来るやろって緊張感があるな毎日。緊張。いやもう来年も再来年も行こう、うん、ほんまにこれはもう行こう、うん、これ見かなあかんわ、これ見かなあかん、見かなあかんって言ったら、どこ行くん、ここ行くん、行かないからどこ行くんかな。ごめんなさいごめんなさい、文脈不在か、文脈、僕の文脈が分かる、僕が分かる、そこに来なあかん、話が早いから。おいでじゃあねー、マーちゃん、じいちゃんの家やと思って。あ、分かりました。じゃあ、変なとこはみんな編集にして美人にしといて。明るさは明るめでいきましょう。ちょっと若い時に会いたかったわ。あー、そうですね。また来ます。バイ、またまたな。はい、バイバイ。いやー、会えてよかったですね。もう2年ぶりぐらいかな、マジで。いや、それはダメよ。
ほんまに半年に1回ぐらいいかな。確かに、うん、あんだけウェルカムしてくださるっていう温かみを忘れてたかもしれない。完全に左行ってるって話。いいよ、めちゃめちゃなんか温かい気持ちになりましたね。めちゃめちゃ温かい気持ちになった。これ外側にこの孫あり。